FMA の方避難所生活を余儀なくされたま非常に不安な日々が続いていると思いますこれから復旧活動が始まると思いますが濁流に飲み込まれた家は何ヶ月も乾燥させなければいけなくこれからのですね 住宅ローンを抱えさらにリフォーム代金のローンということで二重のローンを抱えて借金生活を送らなければいけない人もたくさん出てくるかと思いますまた過去に事業に失敗して 大借金を抱え自己破産をせず逃げずにいまだに体に鞭を打って大きな借金を一人で背負いそれを返済している真面目な方もたくさんいらっしゃいますまだギャンブルをしてしまい 過去の後悔にさ,さい、ま、さいなまれながら、今も借金を返済している人。また、今後ね、えー、事業用の借金や、ギャンブルの借金ではないんだけども、住宅ローンや、子供の学費のローン。また、会社のリストラ会社がからリストラに会い、 働く場所がなく生活に困っている方もたくさんいらっしゃるかと思いますそういう方はですねぜひ今回の動画を見逃すことなく最後までご視聴ください借金生活を終焉させる最後のチャンスがようやく到来したようですついに15年に一度の ガジホーボールポジションのその瞬間が今週または今月中にやってきそうな見込みとなりましたということでですね、えー、MT4 ですねチャートの方を見ていきたいと思いますこちらのチャートはですね、えー、前回もお話ししたようにですね 今年の1月3日のフラッシュクラッシュのヒゲを入れてないチャートですね。で、これ突き足なんですが、1、2、3ヶ月前から、4、5ヶ月前からですかね。ちょっと、えー、ペナントフラッグの下の辺を抜け出して、3ヶ月前ですね。だから8月ぐらいに大きくして下がってますね。で、この2ヶ月はちょこっと上上がったんですね。で、まあちょっと戻してるけどどうかなという感じになってます。そして、こちらの、 チャートはですね、えー、今年の1月3日のペナントフラッグ、あの1月3日のです、ね、フラッシュクラッシュのヒゲも全部入れたやつですね、それのペナントフラッグなんですが、やっぱり8月には下抜けてしまったと。で、これ200日平均線、移動平均線だと思いますが、200日移動平均線でサポートされて、支えられて、1回上がって、2か月間上がってると、えー、いう感じですね、上がってます。そして先週の,のはですね、 先週はかなり上がってますね。ずっと上がってきてますで。特に金曜日なんかっていうのはですね、えー、ものすごい上がってしまってですね、えー、びっくりする上がりました。でね、私たち、中野研究会はですね、これずっと、これ金曜日の朝の中身ですけれども、朝の中にはですね、一旦下がったんですが、えー、27ピプス上げですね。 はい。で、中野研究会は、これ朝ライブみんなでやってましたから、よし、今だって言って、まあ、スピード MT4 で成り行きロング入れました。そして、上の方で、数分、数分というかな、数分停滞してましたので、それで決済してね、まあ、平均20ピプスは取れましたので、まあ、1万通貨入れてる人は2000円の利益でしたね、朝一発ね。まあ、10万通貨入れてた人は2万円の利益。100万通貨入れてた人は、 朝一発で20万円の利益が取れたということになりますね。で、その一回決済して、その後横横になって下がってきました。でね、えー、ここのですね、15分足で75移動平均線をちょっと下抜けたので、ちょっとショート入れてみたら、えー、騙しだったんだよね。で、これ上がってしまいました。で、本当はですね、ここの前回高値、ここ、ここですね。前回高値を上抜けたら、これ損切りですね、一回ね。 で皆さん、中野研究会の皆さんには損切りしてもらって、まあ、できる人は土転してもらったということですね。で、私はね、あのちょっと外出してたんで、この辺なっちゃったんだよね、土転がね。この辺なっちゃったかな。うん、だからまあちょっと損失は大きかったんですけども、えー、ここで損切って土転をして、ロング入れたら、えー、ずっと上がってきました。そして、えー、夜ですね、この辺横横になったんですね。で、この辺は私は台風18号に備えて、 2階の窓ガラスにですね、えー、ダンボールを貼り付けてたんですよね。で、あで1回上行ってですね、えー、非常に大きな利益出てたんですけれども、えー、っと、うっかりしたらね、ダンボール貼り付けてしたら下がったんで、ほったらかしとおいったらまたバーンと上がったということで、この,この辺でね、あっと思って、次にはね、ちゃんとそうあの利益確定したので、えー、まあ、大きな、前回ここよりもね、大きな利益を得ました。 はい、得まして、それで決済して終わりですね。で、夜のうちにですね、大きく下がってるんですね、ここまでね。で、上がったりして、やっぱり下がって上がりましたね。なので、ここでね、利益確実して良かったかなと思います。<laughs> で、先週はですね、えー、なんで今度爆上げしてしまったのかなってことですよね。で、それはですね、えー こういうことはそこはヤ,キヤ,フヤフーファイナンスなんですけれども、えー、米中貿易協議と、えー、ブレグジットですね、がありまして、まあ、トランプ大統領は、ですね以前から中国とはですね、えー、部分合意をしないとこれ、ね、部分合意、部分合意をしないと、えーあのー、完全合意以外はありえないと。 いうことしてたんだけども、えー、米中貿易協議、部分合意したっていう、まあ、噂が流れてですね、えー、株も為替も爆上げをしたということになっています。あとはですね、あのー、ブレグジットですね、えー、イギリスの EU 離脱、ブレグジットがこと今月の31日なんだけど、 あとちょっとしかないね、2週間しかないんだけども、えー、っと、その、イギリスのですね、ジョンソン、イギリスの首相がですね、えー、っともう合意なき離脱をするっていうふうに言ってたんだけども、あの、うなんだけどね、あくまで噂,噂なんだけども、まあ、イギリスですよ、ジョンソン首相がアイルランドの首相と話し合うとか、話し合ったとかいう噂が流れたんですよね。 で結局、あのイギリスだけがです、ね、EU, EU 離脱しても、アイルランドどうするんだと、イギリスの後ろにアイルランドいて、アイルランドはですね EU と一緒にやりたいと言ってるんですよ。でも、イギリスが邪魔してるから、じゃあどうするか、こっち経由で、e、EU と一緒にやればいいじゃんかって話あるんだけど、イギリス、アイルランドい 共同体みたいなもだイギリスだけが離脱してアイルランドは残りたいって言ってるからじゃあ合意なき離脱だということでねアイルランドとイギリス合意がないまま離脱しちゃいってことになっててやばいやばいってなってたんだけども、えー、なんかイギリスとアイルランドの首相同士が話し合うとかいう噂が流れて、えー、これまたねああこれは合意ありの離脱になるだいうことで 爆上げしたということですね。これ、噂なんですよ、あくまでもね。噂 <laughs> 噂なんだけど、えー、爆上げしたということでございます。それでですね、こうこ,こですね。英国の EU 離脱、ブレグジットを31日に控え、17日の EU 首脳会議で、政府が離脱協定に合意できない場合、19日に英国は自発延期を要請することに義務つけられて、ジョンソン首相を延期。 離脱延期しないと明言していることから市場に混乱が懸念されることもあるって書いてあるんだけども、えー、これがあの回避されると、えー、合意なき離脱回避される可能性があるということで、えー、交換されて爆上げしたわけですね株も為替もねただですねこれはあくまでも噂であって本当かどうか分からないわけですね これね本当かどうか分かんなくて、で、実はこの株とか為替の相場の世界にはですね、格言がありまして、噂で買って事実で売るっていうね、えー、格言があります。今回、今週はですね、先週か、噂で買われたわけですね、株も為替もね。で、バイザルもセーザファクトっていうのがあるんだね。で、噂で買えと。 事実で売れっていうことでございまして、あの、みんなね、噂、まあ仮想通貨もそうなんだけど、噂で買わされてますよね、皆さんね。それで事実を知って、爆下げだと。売るしかねえということになるわけでございますが、実際にですね、 例えばこの株式投資情報ブログによりますと噂で買って事実で売るって本当なのかっていうことなんですが短期投資には合っているが長期投資には当てはまらないとそりゃそうですよね噂ですからねただの噂は噂で事実は違うよって言うとみんな売りますからねで短期、例えば1日とか1週間だったらえー、噂で相場動いてますから噂に乗っかっていけばね儲かるんだけども えー、我々ガチ法の長期投資におきましては、ですね、えー、長期投資に当てはまらない、まあじ、事実でしか相場は動かないですから、世界は動かないですから。と、えー、いうことは、ですね今回、この1週間は噂で動いたんだけども、事実としてどうなのかっていうことなんですけども、結果的にやっぱりトランプ大統領っていうのは、小手先ではあの非常にうまいこと言うんだけども、 えー、例えば中国が帰った後にあいつらはやっぱりダメだって言いますよね、で実際問題はあの中国の監視カメラメーカー2社もですね、えー <coughs> あのー、アメリカで使っちゃいけないとかいうですねあ監視対象企業に付け加えたんですよね、で、まあ、スマートフォンメーカーのハーフ・ファーウェイと同じような感じにどん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 してきているので。 これはあのー、中国とね、えー、今回部分合意したとかするとかって噂なんですよ、これもね。で、これは本当はないんじゃないかと。ないんじゃないかというですね。で、事実はあのー、ないと。そうすると、爆下げに変わってくるかなと思います。はい。それでね、やっぱりこれ見るとですね、移動平均線なんですが、やっぱり先週、こう爆上げ、えー、これはですね、 日足ですから、1、2、3、4、5。まあ1週間で5日ですよね。月火水も気分しかないですから、株も為替もね。だから火曜日だけ下がってですね、あと上がってるんですよ。だから月曜日の底値で持ってれば、バグですね。大儲かりなんだけども、そんな先を読める人なんかいないと思うんですけどね。202ピップス上がってますから。 100万通貨で200万円、2002万円儲かりましたね。頭と尻尾 <coughs> 取れないので、まあ、150万くらいですかね。うん、たった100万通貨でね。うん、でですね、まあ、1000万通貨でいれば1500万儲かりましたけどね、まあ、そこまでいる人はあんまりいないと思いますから、まあ、大体500万くらいかな、半分、三、うん、3分の1くらいでね、500万くらいは1週間で儲かったかなと思います。 それで、えー、まさかね、あのー、前回高値、前前回高値の、この108円4五ですね。108円467ですね。まあ来るとは思わなかったですね。 で勢い余って上にヒゲで出てますけど、前回高値、前前回高値で良しとしするといい,いいと思います。これ、テクニカルで上がりすぎて1回下がってますからね、だいぶね。で、まあ、108.467ですけれども、ひょっとしたらここで下がってくるのかと。で、来週の月曜日、事実が確認されてしまってねあの、事実で売れということですけどね、噂で買,買われましたからね。 で事,実と事実で売れという格言の通り、ここは今がポールポジションの可能性も非常にあります、15年に一度ね。まあ、本当はここがポールポジション。どこがポールポジションだったかというとですね、ここがポールポジションというかポールポジションなんだけど、まあ、今から参加するとなれば、えー、今からの参加組というのであれば、本当はね、こういう、ここがポールポジションだし、ここがポールポジションだった、今年はね。 今年はここですよね。えー、ここだから、この今年のポールポジションはここだよね。7月21日だよね。うん。112円だよね。112円は30銭ですよね。7月12、あ、7月21日ですよね。ただ、今からポールポジション取りたいと。で、全、えー最、直近であればここですね。7月28日がポールポジションだったな109円ね。 ただここまで行くかもしれないし、これを飛び越えるかもしれないし、ひょっとしたら上,上,上のね、<laughs> ここのえペラントフラッグの上辺、上辺のこの黄色のところまで来るのとここまで来るのということで、えー、ポールポジションとしては、あとはもう今がポールポジションっていうのと、だから月曜日始まったら、 まあ6時から XM は海外講座なので特殊なので6時から始まるんですよ、朝ね。今、サマータイムだと6時ですね。で日本の XM 会社は7時から始まるんですよ。だからね、あの海外講座 XM の方が優れてるんだよね。1時間ちゃんと見れるからね。でスプレッドちょっと広がってますけど、ポジションも入れられるんですよね。 でここでショート、6時でショート入れてしまうかで、日本勢が7時に入ってきますから、その時に爆下げするんで、その前にポジション入れられるんですよね、海外は、エクセブはねで。そういうのがある、ただ、中根があるので、上がるかもしれないし、中根関係なく下がる時もあるんですよね。はい、噂で変わりすぎたんでね、事実で売,るか売られるかもしれない。それか次まで噂で行くかもしれないし、あと1、2、3ありますね。 ただ3つしかないんですよ。あと3つしかないので、非常にね、これはやりやすい。うん。前回高値のところ、あとここですね。もうちょっとしたかな。ここですね。あと、ここ、前回高値、ここと、このポールボ、あの、このペナントフラッグの上辺が一緒なんでね。ここまで。そうすると、この、まあ、これも、これは成り行きで入れるしかないですけど、 あと、1、2、3、4つ。で、3つは、えー、逆張りショートですね。逆張りショートで入れればいい。この3つの数値をね。で逆張りショートは、あの、仕事行ってても、寝ててもですね、ポールポジションを見逃さないようにですね、えー、差し値チームを入れとけばいいですね。これのセルリミットを入れといて、ここに価格をさっきの価格を入れると。で、決済は、まあ、それは75円か80円ぐらい入れとけばいいですね。 はい、ポールポジションで何年か持つんでね。で、決済逆差し値は、まあ、そうだな、40ピップス。まあ、早めに損切りしてもいいですけどね。早めに損切りして、もう一回、成り行きで、ショートポジション持ってもいいし、まあ、もしね、あの仕事行ってて、そんなしょっちゅう見れないのであれば、50ピップスか100ピップスぐらいの、 え、逆行、客差し値をちょっと余力で持つというのもあるかもしれないですね。だから、本当はね、こロットで貼りたいんだけど、ポールポジションはですね、あの、小ロットでも持ってることが重要なんですよね。で、それが福利で、莫大な金額に変わりますからね、福利計算でね。だからそれは、1万通貨でもいいし、わずか1000通貨でもいいんですよね。1000通貨、1万通貨、えー、5万通貨、 えー、10万通貨20、まあできれば100万通貨ぶち込みたいけれども、最初の一発はですね、持ってることが重要なんですよね。それが、ふくりでですね、まるで山頂からですね、小さい雪の玉をですね、転がして、下に行けば行くほど雪だるまの、巨大な雪だるまのだるまになるのとごとくですね、最初の種はすごいちっちゃくてもいいんですよ。ただ持ってることが重要なんですね。 で今回はもう3つしかないので、まあ、FX をずっと長年やってて、MT4、えー、の,、M のえー、操作にも慣れてる方は、新規注文のですね、差しねえー、注文集物の差しね注文でですね、えー、セールリミットを入れておけばですね、あなたは必ず、えーま、必ずかどうかわからないですけど、あとやりようによって億万長者になっていくと思いますね。 で、ここからですね、えー、今からだったら、はい、3160ピップス取れるんでね、100万強いから出れば、あ単利計算だと3160万円ですね。3160万もかる。まあ、スプレッドマイナス、あ、えっ、ー、と、日々の金利差でマイナスが発生しますが、だから、まあ、500万ぐらいのマイナスがあるから2500万ぐらいになっちゃうから、2600万ぐらいになっちゃうかもしれないね。 うん、2600万ぐらいになっちゃうかもしれないけど、複利で増えていくので、これは多分 2, 2億か3億円ぐらいになると思いますね。うん。はい。そして、えー、っと、一目均衡表を見ますとですね、え月足でやっぱり8月、か10月でしょう。 8月からやっぱり雲抜けてんだよね。大きく抜けてますよね。で、これ200日、移動平均線だと思うんですけど、これに、ね、サポートされて、2回サポートされて、あ、3回か。3回、ここもいや4回か、サポートされてます、ね。ただ抜けてますよね。サポート抜けがあったんですよね。これね。いつだっけな、これ。2016年ですね。で、ここで、 これ、120日移動平均線かな。これで、なんとか持ち上がったんですけど <coughs>、トランプさんの時ですね、これね。だから、一応ファンダメンタルで動いてるけど、テクニカルできちんとサポートされてるんですよね。ここもそうですよね。だから今回どうなるかですね。ここの雲で、えー、ブロックされて下落ちてくる可能性も非常に高いですね。で、雲のところが、あ ここですね。ここら辺ですね。ここはいくらかな ?109 円656ですね。うん、109円656っていうとこれで見ると109円656。あここあ、109ここら辺ですね。 上まで行かないですね、やっぱ。ここら辺で落ちるか、まあ上まで行くかですね。雲の、えー、一目金庫への雲のですね、内辺ですね。内辺、内辺、雲の中入って内辺で落ちると。この辺でね、この辺で落ちると。そした112円まで行ってますこれね。だから、そこまで行かないかなと思いますけどね。この辺で落ちるかな。うん、それかもうすでに、 あ,あの、月曜日から落ちてしまうか。明日ですよね。ただ明日、明日は日本の銀行やってないんですよね。だから、中根がないので、ひょっとしたらフラッシュクラッシュが起きるかもしんないね。明日日本休みだからね。うん、明日はフラッシュクラッシュで、明日来るかもしんないね。うん、日本が休みの時にやってくるからね。あとは、えー、これは、あの、ボリンチャーバンドなんですが、 これ、突き足のボリンジャーバンドですよね。で、プラス2シグマぐらいから下がってきて、上がったとしても、うん、プラス0.5シグマ、1シグマぐらいですね。で、今は、えー、マイナス1シグマ、マイナス0.5シグマぐらいになってます。で、周足ですと、今、プラス1シグマですね。で、前回もですね、プラス1シグマ、 1.5シグマぐらいなんで、今はプラス1.2シグマぐらいまでいってるから、あとちょっとだね。1点はこれちょっと、だから108円99、うん、109円ぐらい。109円ぐらいかな、やっぱり。109円いったら落ちるかな。まあ、それかもうすでに落ちる可能性もあるんですよね。で、その前の年は、プラス3シグマまでいってですね、これね。 2シグマ、3シグマ、ここは2シグマ、注意ですね。ここは3シグマ、特別ですね、これね。で、ここはやっぱりプラス1シグマでストーンと落ちてますよね。で、このプラス1シグマ、1.5ぐらいですとんと落ちてますよね。で、ここも1シグマ、あ、じゃこれ、これは0シグマか。 ゼロシグマ、ゼロシグマで落ちてますね。だから、今回特別にプラス1シグマまで行ってね。やっぱ落ちるでしょうね、これね、うん。月曜日、月曜日、日本休みだから狙われるかもしれないですね。朝起きて6時から7時見て、7時から、えー、巨大なヘッジファンドの売りが入って、日本休みだからね。狙われて、日本の 銀行とか、投資銀行が全部焼きこがらされると。休みだからね。そういう雰囲気がすごい漂ってますね。テクニカル、まあ。テクニカルはファンダメンタルを吸収してますからね。ファンダメンタルを全て吸収したのがテクニカルチャートに現れてますから、馬鹿にしちゃいけないんですね。テクニカル分析っていうのはね。はい。ということでですね。今日は、 借金生活ね、私に、ね、長野研究会にも、うん、4000万、2000万、4000万、まあ、6000万ぐらいね、今借金抱えて返済中ですという方が、たくさん長野研究会でね、FX 一緒にやって、えー、利益を少しずつ出してですね、えー、借金返済に回している最中です。ぜひね、あのー、今一人でね、辛い人生、ま、あの、家族ともね、別れて、 一生懸命、ね、体に鞭打って、えー、重たい荷物運んだり、ね、しながら、えー、借金いつ終わるか分からない借金を、ね、返済し続けている人がいましたら、えー、FX の力を借りてですね、えー、15年に一度のチャンスを、うん、借りてもいいんじゃないかなと思いますそれとねあの連絡事項なんですけども、えー、来月の11月9日土曜日から12日火曜日まで 沖縄、那覇に、えー、滞在します。これ FX の個人コンサルティングをいで行くんですよね。4日間いますので、えー、他にね個人、FX とか仮想通貨の個人コンサルティングを受けたいっていう方がいらっしゃいましたら、まあ、交通費はいりませんので、資、え、格、ー、費もいりませんので、えー、コンサルティング料金必要ですけどね、えー、個人コンサルティング申し込んでください。また、あの飲み会とかね、 一緒に飲みたいとか会いたいとか話したいだけとかいうのありましたら電話とか LINE とかメールでねご連絡くれればと思いますはい今日はねこれで終わりにしたいと思います千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました皆さん頑張りましょう